日野、メルファ。日野、メルファは、J バスが製造し、日野自動車が販売する、観光、自家用向け中型バス車両である。平成10年ハイガス規制適合時に、レインボー RR の後継車種として1999年3月に発売された。需要が限られている、このクラスのバスとしては、オプションの幅が広く、床高は、 ミドルデッカーとハイデッカーの2種類。全長は8.5メートルと9メートルの2種類。エンジンは220馬力と260馬力の2種類。空調はマニュアル式とフルオート式の2種類。エアコンはメインエンジン直結方式とサブエンジン方式が選択でき。トランスミッションは FF シフト6速 MT、パワーシフト6速 MT。 トルクコンバータ式5速 AT の3種類から選択可能だった。エンジンは220馬力と260馬力ともに J08C である。メルファ Q という名称は本モデルのみで2004年以降はメルファにマイナーチェンジする形でメルファ Q としては販売終了。ほとんどが貸切バスや自家用バスでの導入であるが、 中鉄北部バスやアスカ交通のように高速バスとして使用する事業者もある。1998年6月、レインボー 7M7W 系の後継車種として発売された。当初は排ガス規制が KC だったが、1999年には平成10年排ガス規制に適合した。基本的な構造とラインナップは先代のレインボーと同じで、 ハイデッカーの CHK とミドルデッカーの RHK の2タイプである。CHK はセンターアンダーフロアエンジン車であり、j 0 8 c を搭載している。トランスミッションは FF シフト6速 MT、パワーシフト6速 MT、トルクコンバータ式5速 AT の3種類から選択可能であった。RHK 割ッ SRX 系の拡幅版ともいえ、 J05C をリアに搭載している。トランスミッションは、パワーシフト5速 MT とトルクコンバータ式3速、AT が設定されていた。バスの分類としては小型、マイクロバスとなり、タクシー会社など小型限定免許を持つ事業者を主なターゲットとしたが、規制緩和によって、バス事業が免許制から許可制へと変わり、事実上小型限定免許の業者がなくなってしまう。また、 客単価の下落から定員の少ないバスは敬遠される傾向が顕著となり、定員に対して車両価格が大幅に高いメルファ7は、その存在意義大半を失ってしまう。そのため、平成15年ハイガス規制への適合を見送り、2004年で生産終了となった。生産終了については、メーカーからのアナウンスがかなり早い時期にあったこともは、 駆け込み需要も発生した。ところが、モデルの復活を望む声が根強く、バスとしては、異例とも言える、市場再投入の本格的な検討がなされた。結果的にはハイガス規制適合にかかるコストが大きく、販売価格の大幅な上昇が避けられないことが判明し、その価格帯での需要は、極めて小さいと判断され、メルファ7の市場再投入は断念された。 同クラスの競合車種である三菱不装、エアロミディ MJ も2007年で生産終了となり、直接的な代替車種は存在しない状態であるが、既存のマイクロバスであるリエスセ2よび9メートル中型バスのメルファが事実上の代替車種となる。2004年にメルファ9をマイナーチェンジする形で登場。メルファ7は生産終了し、このモデルは単に メルファと名乗るようになった。平成15年排出ガス規制適合拡調、TPM 排出ディーゼル車認定精度85%低減レベル、4つを達成した。メルファ級に設定されていた8.5メートル車体、FF シフト、ハイデッカー、フルオート空調及びサブエンジン式エアコンは廃止。グレードも整理され、販売実績の少ない上級グレードはなくな。 車体は9メートルミドルデッカーに統一された。エンジンは同時期にマイナーチェンジしたレインボー HR と同じく J07E に変更され、出力は MT 車は225馬力、AT 車は220馬力となった。トランスミッションはパワーシフト6速 MT とトルクコンバータ式5速、AT が設定された。ちなみにこのエンジンは直列5気筒ターボという珍しいレイアウトである。 全長が短いためリアエンジンであるバスへの搭載には、都合が良く、レインボー HR の他に日産ディーゼルの中型バス用として供給された。このモデルよりイスズとの統合車種となり、ガーラミオとして販売されるようになったほか、レインボー RJ の生産終了に伴い、同社に設定されていた特装用ベース車が追加された。2007年6月5日にマイナーチェンジを行い、 平成17年排出ガス規制に適合し、低排出ガス重量車の認定を受けた。形式は、BDGRR7 ジャジバ、エンジン出力は、パワーシフト6速 MT と5速 AT とも PB、マイナス車から変更はない。また、下級グレードには、スイングドアや1枚ガラス、オーバーラップ式ワイパーなどのオプション設定を、拡大した、全車にリモコンドアオープナーを、オプション設定した。 2011年7月19日にマイナーチェンジを行い j d 7 e エンジンや d p f を改良した上で平成22年排出ガス規制に適合した。形式は SDG-RR7 ジャジカ、またクリーンディーゼルシステムであるエアーループを採用したほか MT 車のみエンジン出力が230馬力に向上。座席についてもデラックスがハイバックシートになり、 スーパーデラックスとデラックスに補助席が標準装備となり、デラックスの座席立席仕様はオプションとなった。2012年5月10日には2012年7月から適用されるシート及びシートベルトに関する保安基準に適合したマイナーチェンジを実施した。2017年7月4日にマイナーチェンジを行い、平成28年排出ガス規制に適合した。 7月21日、販売開始。形式は 2DGRR2 時だ。エンジンは、直列4気筒の L5CTHA5、8型、220PS、81KGFM に変更され、DPF に加え尿素、SCR システムが採用された。トランスミッションは全車に6足、AMT、プロシフト6、プロシフト6が採用され、6足 MT、 五速 AT は廃止された。シフトレバーは同じプロシフトを採用するセレガハイレッカショートインパネとコラムスイッチとの併用。ブルーリボンハイブリッドインパネ上に配置とは異なりフロア上に配置される。このほかマルチインフォメーションディスプレイ付きシンガトメーターと運転席エアバッグが採用され。これによりマニュアルフロアシフトを採用する国産の大型。 中型のリアエンジンバスの製造は終了した。2013年10月1日にメルファプラグインハイブリッドを開発、翌11月の東京モーターショーで公開される。ホイールベース部分に1 7 5キロワットの電動機と4 0アワーのリチウムイオン二次電池を搭載。市街地や低速走行時は電気自動車として高速。 高負荷走行時やバッテリー残量が少ない時はディーゼルエンジンを併用してハイブリッド車として走行する。充電は交流 200V の普通充電と茶でも方式の急速充電に対応、災害時の移動電源車としての機能も備える。2016年に平成エンタープライズと総合観光に各1台が導入され、全車は4モールカス壁カから カスカベ駅及び南桜井駅行きの路線バスとして、校舎は貸切バスとして運行される。他にも共通で特装用ベース車も設定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。